オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、尾崎いちかです。はい、いやー、もう撮影を終えた時もちょっと終わったっていう感じで、本音を吐露するシーンを撮った後、もうシーンが別のシーンが続いて撮影があったんですけど、なんかもう魂が飛んじゃって本番の前にテストがあって、ドライというもの、リハーサルみたいなものを軽くやるんですけど、ドライ中にもう全然セリフポーンって抜けちゃってて、ぼーっと待ってました。あれ、今誰のセリフでしたっけ、あ、私かみたいな、ごめんなさいごめんなさいみたいな、それぐらいなんかちょっと体力というか精神を削ったシーンになりましたね。うってなってくれたらいいなと思ってますけど、今までは割と自分の感情を整理して、割と作って現場に入って自分で発揮したいみたいなタイプだったんですけど、今回は本当に皆様のお力を借りてというか、ギリギリ何も感情を得ないようにして、皆様から受けるものもシャットアウトして、本番でバンとスイッチを入れて、もう皆様の言葉に、そのトラちゃんの言葉だったり、お父さんの言葉だったり、お兄ちゃんの言葉だったりっていうのにしっかり耳を傾けて、こう感情を爆発させていくっていうことに意識しましたね。現場で感じた素直のままお芝居をさせていただいたら、もう本当に本番後も少しだけ涙が止まらないぐらいガチ泣きでしたねやっとこうなんか笑顔の裏に隠されていた本心だったりとか、のどかの気持ちだったりとかを少し理解していただけたという、分かっていただけた回が終わったと思うので、これから先こう本音で少し明るくなっていくのどかを見守って応援していただければなと思います。はい、生ガキでしたね、大好きでした。もうでしたです。最近生ガキ食べたら、何がそんなに毎週週2とか週3で食べてるほどハマってたんだろうってぐらい、気持ちは美味しかったんですけど、もちろん美味しかったけど、そんな週3で食べなくてもっていうぐらいまで落ち着きましたね。嫌いじゃないです、好きです、好きなんですけど、ハマってるかって言われたら全然です。私自身の性格が熱しやすく冷めやすいっていうタイプで、こう熱しちゃうとこうずっとこう好きが続くというか深くなるんですけども、ある程度までいったらパーンって飽きちゃう、冷めちゃうみたいなところがあるので、はい、いろんなものにハマっては秋、ハマっては秋を繰り返して今です。なんだろうな、今匹敵はしないな、もうやっぱ異常なんですよ、あれぐらい熱中するのって。そうですね、タコ、まあ、タコは割と時期になるとこう頻繁に訪れるタコブームってあるんですけど、一番深かったタコブームの時は高校生ぐらいでしたかね、確か舞台の稽古中だったんですけど、高校生の時に毎日毎日スーパーかコンビニかどっち忘れましたけど、寄って生タコ買って、それも切りもせずに、包丁も使わず、ポン酢とわさびだったかなをつけて丸かじりするっていうのにハマってたんですよね。それを毎晩ですよ、もう稽古から帰るたびに食べて食べて食べて、まあ、しかも稽古中ってちょっとこう食事が不規則になりがちというか、稽古の状況にもよったりするので、でそんな中生タコはマストで食べ続けたら、なんか2週間ぐらいその生活続けたら、なんか何も当たってないはずなのに、なんかちょっと体調崩しました。生食べ過ぎたのかな、生タコを。栄養も偏りますし、良くないと思います。高校生の時にタコ、高校卒業したあたりでスルメにハマって、それももう元々なんか箱とかに入ってるスルメじゃなくて、こう自分で炙って食べるようなタイプのスルメにハマって、ずっとスルメ食べてましたね。顎関節症みたいになっちゃいました食べ過ぎで。それでブームが終わりました、一回。NHK 連続テレビ小説虎に翼放送中です。引き続きご覧ください。